この5つの物質名を読めるかな上から硫化水素、二酸化硫黄塩素、塩化水素、塩酸っていう風になっていて上2つ、下3つは同じ文字が含まれているな上2つは硫黄っていうやつの仲間やし下3つは塩素っていうやつの仲間やねな上から4つは全て気体で塩酸だけが唯一のこの中で液体です塩酸を聞いたことあるかな 実際はこういうふうな無色透明の液体で塩化水素っていう気体を水に溶かすことで塩酸を作ることができますこの塩酸っていうのは皆んなの内臓である胃酸胃の中にある胃酸の中にも含まれてんねんな共通して言えるのは全て毒があるということでこの動画では上4つの気体の性質について見ていきましょうまず硫化水素火山地とか 温泉街で匂いをかくことができんねんけど卵の腐ったような特有の刺激臭を持ち水に少し溶けて酸性を示し有毒です理科室なんかでも簡単に発生させることができ数年に1回はこの硫化水素が原因で中毒になったよっていうニュースもあります濃い濃度の硫化水素は猛毒で硫化水素 一呼吸するだけで酸欠状態になり死に至ることもあるので硫化水素が発生する実験の時には必ず換気扇を回し窓を全開にして空気がよく通るようにしてください次に二酸化硫黄どこで含まれているかて言ったら排気ガスなんかに含まれていて無色刺激臭空気より重いっていう性質があります排気ガスによって大気中に出ている 二酸化硫黄が雨に降った時に雨に溶けちゃうねんな。で水に溶けちゃうと酸性を示しますねんけどその酸性の雨、酸性雨によってこういうふうな自然に被害を及ぼすことがあります。塩素、気体の中で数少ない色を持っている気体です。塩素はこういうふうな黄緑色をしています。で刺激臭で水に溶けやすく酸性を示し。 漂白作用があるので漂白剤なんかに含まれています赤色のリトマッシュを漂白することによって色を抜き白色に変化させたり殺菌作用があるのでこういう風なプールの消毒とか水道水の消毒にも使われていますもちろん有毒です塩素とよく間違うのが塩化水素これは色がついてるないす無色で刺激臭で水によく溶け強い酸性を示します さっきも言ったけど塩化水素っていう気体を水に溶かすと塩酸っていうこういうふうな無色透明の液体になりもちろん有毒で酸性やからリトマッシュを青色から何色に変えるんやったっけ酸性やから赤色に変えねえなす。